どうもラビットランの渡辺です。松本です。よろしくお願いします。はい、久しぶりのラジオかもしれないですね。あ、そうなんですか。多分ちょっと空いてますよ、ね、あのドライブとかやってた。ああ、なるほどなるほどなるほど。もうね、本当にありがたいことに、はい、会議室をね、飛び出してね。そうですね、外に出てね。100本ですか。いや、ちょうど良かったんじゃないと思うけどな。そうですね。なんかすげえ、なんやろ、感動したもんね。その外飛び出しただけやのに、なんだろうな、すごいこと、なんかすっごいことやり遂げた感あったよ。わざわざさ、その作家さんにさ、車出してもらってさ、そうな、連れてってもらってさ、うん、最高や。もう恵まれてるよ俺ら、その周りに。なんやろ、他力、他力、他力での芸人生活やんか。空気ね、空気がとても美味しかったです。だから空気が美味しかったですよ、はい、でもう会議室に入って今ラジオ撮ってます。いや別に会議室が悪いことじゃないけども、うん、そう、全然バランス、バランスよね、大事なのは。まあね、うん、なんかどっか行きたいとかあります、今後。そんなね、がっつりいろんな人に絡むとかじゃなかったら、うんうん、多分いいっぽいから、どっかその人が開けてるところとか、まあ、でもやったら行ってもいいっていうのはもうあるから、言われたからもう、うん、それこそあれじゃないですか、その山に入るとか言ってんな、ずっとそれ。なんか山入りたがってるな。アスレチックとかすごいいいとは思うんだけどな。あ、そう、ガチでその今いろいろあるやんか、うん、その万博とかもやってるし、他のちょっと遠く遠出したところは結構アスレチック、本格的な、なんかその命綱つけなあかんようなところ多いからさ。ほう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 。そうそうそう。ほんまにサスケみたいなことやる、行って、そのタイムトライアルじゃないけど。そうやな、なんかそんなんもあってもいいかもしれない。その動きで、うん、笑い取るじゃないけども。そうやんな、そう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 、そんなんもあってもいいかもしれない。座ってばっかりやってんか、ずっと。G なるわ。ほんま。でいろいろね、そう、可能性は増えてきてるんで。そうなんです。いいですよ。でまたあのあれですよ、あのまあこれラジオなんで、うん、はい、あの質問が来ておりまして、うん、あの一番もうほんま人生でこれやらかしたなっていう。人生で、うん、やらかしたな。やらかしたなって。やらかしたな。そう、まあ全、まあ絶対まあ一回ぐらいはあるでしょ、そんな。焦ったみたいな。焦ったはギリギリセーフやんか。あ、もうアウト、もう完全にアウト。これやってもうたってやつ。そう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 。なんかある？私あれですよ、松本さんの目の前でありましたよ。あの、それこそ、芸人でドライブ行って、でドライブの帰りに僕が運転することになって、うん、高速のあれかな、サービスエリアかな、うんうん、サービスエリアで、でその前の日が夜勤で、そう、私は当時なんかコンビニでバイトしてたんだっけ。そう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 。で、あの私は多分事故るから絶対にちょっと運転はやめとくわって言って、ペイのパーやからな、ペイのパーやから、しかもそうだからやめとくわって言って全然運転はせえへんかったんや、うん、ほんで一番最後、あれどこ行った時やった、あれはね、あの京都かな、京都にそばを打ちに行ったんや。みんなで京都にそばを打ちに行ったり、兵庫の山に卵かけご飯だけ食いに行ったりしてたもんな。そう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 、なんかそんな、なんかそれ京都行った時か。そう、そうか。でそば食べて、あー楽しいなーっつって、うん、そうそう、ほんで帰りにサービスエリア寄って、もうそろそろ運転していいんじゃないですかみたいな、後輩がな。そう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 、うん、ほんでそうやなって言って、でも念のためにちょっと怖いからって言って、まあ、レッドブル飲んで、うん、あのブラックブラックガムかな、あを買って、もうそれを 3,4 枚一気に食べて、噛んで準備万端にして、準備万端にして、でじゃあ出発しますって言って、バックでこう、あのパーキングエリアやってんな、うん、パーキングエリアで頭から突っ込んでる状態。そう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 、駐車場に。そうで行こうかって言って、うん、出発してんな、バックで下がって、そうそうそう、うん、でバックで下がって左に切ったんかな、うん、左に切ったら右見てなくて、うん、右の横の隣にあった車にゴリゴリゴリって思いっきり擦ってんな。 そんな擦り方せえへんね普通。そうやね、
だってちょっと下がってからやから切るのは絶対そうじゃないですか、パーキングなんて。だから私もう止まってる状態で切ってんねん多分。そうそう、もうな、だから開始5秒で事故ってガレガレガレって言ってな、うんうん、でうわうわうわってなって、そうそう、ほんとそのままなべさん、うん、ガーって戻ったんやった、あれ前に戻したんやったっけ、一回戻してとりあえず止まったんか、止まって、そう、ほんでまあまあかんねんけども、隣にその車乗ってる人おらへんかったらいいなって思ってもうたんよ。だパーキングエリアやからな、そう、ちょっと間がさしてもで、その時に、うん、当て逃げやもんな、そうそう、もう当て逃げになってまうからこれ多分当て逃げやねん、そうそう、当て逃げやから、うん、そう、あこれ現場見られへん、見られてたら嫌やなって、まあ、そうやな、今パーキングでトイレ行ってるとか飯食いに行ってるとかやっておらん、そうそう、可能性の方が高いから、そうそう、そしたらもう普通におったしな、ほんで、いや最初おらんと思ってん、あで俺も当時あれだってもう10年以上前やろ、10年以上前、俺は2年目3年目とかやろ、そうやな、だ21とか、そうそう、2とか20歳ぐらいの時で、うん、俺ももうさやっぱ尖ってたからまあ尖ってるじゃないけど、鍋さんも俺もその時後輩やから鍋さん、うん、組んでないから、うん、鍋さんもう行ったよろしいやん、行きましょうよとかっつって、そうそう、大丈夫ですって、もう社内悪魔だらけやったやろ、逃げましょう逃げましょうとかっつってダメですって、誰もいないっすやん誰もいないっすやんってなったら、うん、リクライニングガーン上がって、うん、おっさん乗っててんな、そう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 、乗ってんのかいってなって、ほんでおじさんバーンって出てきて、うん、いやどうなってんみたいな、うんうん、どうなってんって言いに来て、鍋さん、うん、バーって窓開けて、いやほんますいませんすいませんでしたって言って行こうとしたいやいやすいませんじゃないのよっつってな、そうそう、そこで、あそうやそうや、すいませんじゃないの、それはあかんやつやと思って、あんなおじさんのツッコミ見たことないすいませんじゃないから若手芸人みたいに、いや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 って、そうだからこれはほんまやってしまったなっていう、そのあいその後輩の車やったから、それも申し訳なかった、そうやな、後輩の家の車やからな、家の車やったから、ご実家のな、まあ許しちゃくれたけど、でまあまあ修理代出してみたいな、お互いの修理代出してみたいな、あれもう最悪やったな、うん、まあ、それで事故系で言ったら、うん、俺も家の車庫で同じようなことして、うちのマンションめちゃくちゃ狭くて、うん、そのなんていうかな、マンションやねんけど車ずらーって止まってんのよ、もう普通にあのショッピングモールのなんていうの、駐車場みたいな感じで止まってるところで、もうキチキチやね、あそんな面積ないん、もうほんまに、ほんでその車前通るところあるやんか、うんうん、あれも、うん、車1台分しか入られへんねん、だから車庫入れめっちゃ難しいね、だから免許取り立ての時うちの車庫入れれたらどこでも入れれるぐらいの、あなんやったらそこで勉強できるというか練習できるような、ほんでうちのマンションの、なんて言ったらいいんかな、正面の入り口、うん、エントランスなんか変な作りで、うん、こう入るエントランスにあるやんか、うん、ほんでそこの隣にもう車がバーって並んでる状態やね、わかる、マンションの入り口もうすぐ横が駐車場みたいな、ちょっとなんか離れてたりするよ、ね、じゃあ駐車場エリアじゃなくて、もう尼崎やねんけど俺住んでんの、うん、土地がないからうんギチギチやねん、余っても道狭いのよ、しかもまあ車1台分しかその通路もないんや、その前通れるのは、ほんでなんでそれ1台しかないかっつったら、そのマンションの前にもう、うん、なんていうの、平屋とか長屋とかが一軒家がめっちゃ建ってんねん、ほんでその前にマンションの住人チャリ止めてんねん、はいはいはい、もう場所がないんや、そうそうそう、ほんだからもう1台しか入られへんみたいな感じやって、一番端っこやねんな、うちの車庫が、うんうんうん、うちの車庫が一番端っこで、普通間が、車と車の間とかやったら、うん、誰もおらんとかやったらめっちゃ入れやすなんねん、広なるから、うんうん、単純に入れやすなんねんけど、うん、そのエントランスの入り口のところで横に端っこにブロック塀みたいなのなってんのよ、なんか植木を植えてるみたいな、お花植えてるみたいな、うん、なってんの、そのエントランスというかそのマンションに入るための道のところかな、うんうん、ブロックみたいなのいっぱいなってて、うん、そこの隣がもううちの駐車場やね、うんうん、だからもう絶対にどっちかはおる状態やねんな、うち、うん、でここのエントランスがその低いねんけども狭いから見にくいのよ、
駐車しにくいんや。駐車しにくいね。だからめちゃくちゃうち、ほんで特にうちのが難しいって言われてて、うん、出る時もその植木が右にあんねんけども、うんうん、切るのが早すぎたりとかしたら左するね、うん、ちょっと間違えるだけでも分かんねん。ちょっと間違えたらする状態で、基本的になんて言ったらいいんかな、出る時はもう右にしかほぼ出た、左にしか出たあかんぐらいの感じやね。あ、右やったらもう右やったらする確率が、だ植木があるから、そのブロックがあるから出られへんみたいな、うんうん、ほんでいつもみたいに免許取り立てのほんまにペーパーなんていうの、若葉マークついてた頃、うんうん、うわ行って乗ってガーって行ったらもう多分な、乗り出して2回目ぐらい家の車、うんうん、もう同じやん、もう横のもうそのブロックにビビってるから、うんうん、左に切りすぎて、うん、隣の車にガバ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 って言ってやばいって、俺もう18やで俺、うん、免許取り立ての、やばいやばいやばいってなって、俺もそのまま行ったもん行くな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 、もう事故なってるとは思うけど、いやいやいや普通にバレるから。あ、まあまあそうか、知ってる知ってる人やしでバーって戻ってきたら、うん、これお父ちゃんとかお母ちゃんに言わなあかんよなってなってんけど、そうやな、言わへんかって最初俺怖なってあの3日間ぐらいで隣の人も何も言ってけえへんね、うん、でおとんはおとんで、うん、直哉お前どっかで吸ってきたんかみたいな、うんうん、うん、吸ってきたそうやねんって言って、あかんやんけって、おとんはそのとりあえず応急処置でラッカーみたいなか傷隠すやつで、うんうん、自分で白いやつ塗ってたらしい、俺に聞く前に、うんうん、なんか直哉ぶつけてるみたいな、うんうん、ほんでどっかでぶつけてきたんかみたいな、そうやねんって、どこでぶつけてんって言って、で隣の人のお前はよ言えやそんなみたいななって、行ったらその隣の車もうちのお父ちゃんと同じみたいに、うん、自分でやってはんねんやってんねん、で言っては来てないねん、えこれいけると思って俺だから隣の人はどっか違う出先でぶつけられたと思ってんねん、うん、ほんで気づいて帰ってきて気づいた時についてると、うん、で最近やもんな、その運転し始めたもん2回目言ってるやろ、ほんでうちのやつどっちが先に気づいてたか分からんけど、うん、うちのやつに傷があったら、うんうん、多分一致してうちって気づいてたと思うんだけど、まあ、その隣の人が見る前に音が消してたから、うんうん、答え合わせができんそう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 、松本さんところじゃないかみたいな、別にそんな、そうな、多分夜とかに確認してたら余計見にくいんやと思うね、うちの傷が見えにくい、もうこれいけるかな、うん、えおどうしようってなって、でもそれはちゃんと親はいや言いに行かなあかんってなって、多分、うん、多分言いに行って話してるとは思うんで、修理払ったりとかしてるんやけど、その時はもうめちゃくちゃ焦った俺見てもうほんまに悪い癖出てたのも自分で、もう黙ったらいけるかなってほんまにほんまにギリギリをかいくぐって、うん、どっちも気づいてないという状態があったから俺がこのまま正直に言わんと知らばっくれてたら、多分え知らんって、俺も外でぶつけたって言い張ってなるほどね、あだから知ってる人やからめちゃくちゃ隣なんて、であえて言ってきてないわけないやん、うんうんうん、松本さんちょっと直哉君吸ってませんとか、うんうんうん、せやな、言ってくる仲やし別に、せやな、せやろ、そうか、そうや、ね、でもその時はもうちゃんとやった、言った、まあでもタイミングやわな、そういうのってやっぱりタイミングやん、タイミング、ほんまタイミングよ、そう今あれあの時はタイミング悪かったなって思ったやん、うん、鍋さんも、そうそうそう、タイミング悪かったなって思ったし、俺もタイミング悪、うん、言わんかったよかったって思ったけど、うん、今振り返った時にあれは一番いいタイミングやってそう、まあまあそう、そうやろ、そういうことやな、あのままタイミング悪かったっていうか良かったって言って逃げれてたら、うん、ちょっとそうもう板金屋じゃ消されへん心の傷入ってもでるよ、そう前科がついちゃうからね、そういうことよ、そうよかった、正直に言って良かったです、よかったよ、だから僕も一番やらかした時はほんまに焦った、うん、そのちょっととかじゃないで隣の人もそんなんで出ろ出ろとか言うてたな、その時その時はもう俺だって普通に運転できるから、普通に18とか19の話だからそうやな、
でもほんまにガバ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 ほんで汗って戻ってもガリガリやん。ああ、よろくなことはない。やばいやばいやばい、どうしようどうしようみたいな。いやでも当たってないかなとか自分で思い込もうとするねんかそっからは無理やろ、そんな修正は。でもそんなでもなってないかなみたいな。ほんでうわーって言ってさ、で目的地で見たらうわめやばってほんで帰ってきて車庫入れして見たらもう一番最後に見た、ボコボコやし相手も。さあ、もうしょうがない。うわ長なった今日。まあ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 やってもうたから。そういうの。あ、そん時はもう、でもほんまにそれかもしれん、うん、俺一番焦った。同じかじゃあ車か。車関係で焦った。パッと思いついたそれやな。うん、もうほんまに焦って冷や汗だらだらやったもん。まあでも共通して言えることは、まあ正直に言うのがベストっていうところ。そんなんは。正直に生きよう。うん。うん。真っ当にね、はい、ということでまあまあこんな感じで話をしましたけども、まあ、正直にね、はい、まあ、言うて、はい、まあ、罪を償うじゃないけども、うんうん、謝るとこは謝りましょう。そう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 、今日長くなってすいませんでした。あ、謝ったということで今日はここまでです。また明日お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。